Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again. This is JC over here, and today, boy oh boy, it's been a hectic day. So I think I've made a few recordings, I would say upwards of 7. This would be my 8th recording of the day, but I only managed to put out one that wasn't blocked. I don't know if this is a trend, but I'm seeing that someone has mentioned in the comments some things that I might try to do just to make it happen, and to make it happen in a way that everyone could see. I think the mentioning was to reduce the size. I'm already reducing a little bit for this one, just in case. But I think it should be even more reduced, the size of the window showing the video, and as well to blur the video or make the change on the video itself. So I'll try to see on that one. So for now, I would say that if the world downtown is something that is still not blocked, I would probably try to make 3 or 4 in a row so that I can have content for a few days without worrying about that, and later on just attempt to make those changes for future videos. So without any further ado, this will be World Downtown number 4. Expect roughly the same setup, the presenters with the excellent one agreeing with everything, the other lady disagreeing with everything, Hamata and his sidekick Matsumoto, and let's see what this one brings. What are the challenges? For sure something from the Philippines, for sure something from Thailand. And let's see how it goes. Let's start. World Downtown Headline News. みなさんご機嫌いかがですか？世界のさまざまなニュースを紹介するワールドダウンタウン。ちょっと考え。司会のシルベスです。今から41年前、坂本九の上を向いて歩こうが全米でスキヤキーとして発売された今日は、世界ではどんな出来事が起こっているのか、各界の著名人を迎えて見ていきたいと思います。なるほど。Here goes the panel。まずは日本在住の経済アナリスト、ジョージアン・アプシン。はい、ジョージ。はい、ジル。めっきり行楽シーズンだけど、あんなにはどっか行ったんだ。先日、ワイフとカナダにサケフィッシングに出かけてきたんだよ。サケフィッシング？そりゃご機嫌だね。ご機嫌はご機嫌だけど、意外と出費がかさんじゃってね。サケフィッシングだけに、いくらだい？え？ん？まだわからないかい？じゃあ、ハウマッチは？いくら！いくら！いくら！They are not amused at all. さあ、そして世界青少年の会議長バザルワン・ナタリア。はい、ナタリア。はい、ジル。今日も綺麗だね。ありがとう。でもこの季節、君のような美しい花には変な虫ばかり寄ってきて大変じゃないかい？でもどんな虫が寄ってきても私は虫よ。エクセレント。エクセレント。そしてAwkward pause. その変な虫がこの男、日本のコメディアン、マサトシ。こんばんは、よろしくお願いします。まあ、日本最初に噛んだな。挨拶噛んだでしょ。噛んだ。挨拶の時噛んだでしょ。噛んだ。ハマった。何や、ね、ハマった。何かごですよ。何かごその虫の仲間、人志松元。ああ、どうもよろしく。松本は車は運転するのかい？ああ、僕はしますね。お、ちょっと運転してみてくれよ。ちょっと運転をしてみてくれよ。運転をしてみてくれ。いや、そのままでいいよ。こうですかね。で、そのまま親指を立ててくれないか？こうですか？イエーイ！イエーイ！
おいおいジル、勘弁してくれよ。面白すぎて言葉にならないよ。はよ行けやもう。なんでニュースです。なんでしたアジアの台湾バンコクからチャーリー・ウィラポンが台湾 There we go カポン、バディカーチャーリー・ウィラポンです、今日はここタイのパタヤビーチからちょっと新鮮なニュースをお届けします、実はなんとこの町に毒指に噛まれても死なない不死身の男がいるらしいんです。本当にそんな男がいるんでしょうか。早速会いに行きたいと思います。まずは町の人に聞いてみた。バリカピカポン、AP ちょっとお伺いしたいんですけども、毒蛇に噛まれても死なない男がいるって聞いたんですが、知ってますか。あ、なんか出店のやつが飲み屋で見たって言ってたよ。本当ですか。ああ夜になって町の人に聞いてみた。バリカこの辺りに毒蛇に噛まれても死なない男がいる飲み屋があるって聞いたんだけど。この男がいるという店はパタヤビーチの歓楽内にある一軒のナイトバー。早速店のオーナーに聞いてみた。毒蛇に噛まれても死なない男がいるって聞いたんですが。ああ、やつならうちのショーに出てるよ。本当に噛まれるんですか。もちろんだよ。相当噛まれてるけどよ。オーナーの出会うその蛇男、一体どんな人物なのだろうか。取材に来たチャーリーというものですが、いやー、やっと見つけましたよ。彼がヘビ使い芸人プラトン・ウィンコンさん34歳。もともとはヘビ園でヘビ使いショーをやっていたのだが、オーナーに引き抜かれてこの店に来たという。ここでは同じくショーとして行われるムエタイの試合の合間に彼のヘビショーが行われるのだ。そんなスラポーンさんが愛用しているのがこのヘビ。アメリカマムシという種類で、人間が噛まれれば確実に死に至る猛毒を持つ。今日の前っていつもどんな気分なんですか。まあ正直何回やっても嫌なもんだけど、やっぱり客は噛まれるところを見に来てるからね。やるしかないよ。そう言い残してリングに上がったスラフォーン。またあの痛い思いをしなければならないのか。万が一今日は毒が効いてしまったら。そんな不安を抱えながらも、スラフォーンさんは今日も噛まれるためだけにリングに上がる。それが彼の仕事なのだ。なるほど。観客たちも固唾を飲んで見つめる。みんな彼の毒蛇に噛まれる瞬間を見るためにここまで足を運んできたのだ。そしていよいよスラフォーンさんが何度やっても慣れない一番嫌な瞬間、猛毒を持つアメリカマムシに噛まれる時がやってきた。ところがここぞという大一番でヘビが急にトーンダウン。噛む気配が全くない。予想外の事態に動揺するスラフォーンさん。しかしその後もヘビが全くやる気を見せないため、やむなくショーは終了。後味の悪い結果となってしまった。いやー、今日はヘビが噛んでくれなかったね。こんなことめったにないから俺も驚いてるんだよ。いやということで、今晩はタイのパタヤビーチから毒蛇に噛まれても死なない男のレポートをお届けしました。いやーチャーリーありがとう。しかしあの蛇のトーンダウンにはがっかりしたね、ジョージ。とにかく欧米が今最もトーンダウンしていると思っている国がタイなんだけど、あのなるほど、鋭い意見ありがとう。こいつ逆だ。Going to disagree。私はむしろ逆で、トーンダウンの夢。タイでたくましく生きる青少年の目がエネルギッシュでよかったわ。エクエク。たまたまどうだい？たまだよ。あのね、噛んでないですよ。噛んでないの出していいの？それがショーなのさ。いや違うから。わざわざここに持ってくるんやったら、噛むまで、やっぱり一応、日にち分けてでも、部位ちゃんと取って送ってこなあかんちゃうの。あまたは、そっちの方を見たかったのかい？いや、噛まれても知らない男がいるから、我々、もちろん、ぐっと食いように見てたんですよ。なるほど、鋭い意見をありがとう。いや、シャープオピニオン。松本、やってみて。は？
何ですか。松本も蛇を捕まえるのさ。さあ立ってその場でいいからやってみて。あ、松本、はい、そう言ってるうちに蛇が君の腕を狙ってるぞ。ええ、ま、松本君の腕にまとわりついてるぞ。あ、気をつけろ松本。ああ、今度は首に巻きついてきた。あ、なんとかしないと松本君は死んでしまうぞ。あ、松本さん急いで。松本、あ、松本、あ、嘘だよ。シールったら松本がびっくりしちゃうんじゃない。シールには毎回確認させてあげるよ。commercial. they always get so pissed off. Great job. Going to the Philippines now? じゃあ、じゃあ、次の VTR はちょっとおおって感じのやつお願いしますよ。先のはやっぱ噛む言うて噛んでないような部位でしたから、はいはい、次のやっぱ期待しますよ、ね、我々も。噛んだのは冒頭のジルだけやもんな。そうそう。最初に噛んだのね。そう。で、何が面白いんだい。続いてはアジアのタイから経済リートに関するレポートです。あ、again from Thailand。カポン、バディカー。チャーリー・ウィラポンです。今日はタイで急成長しているある New economical trend レポートです。実は今バンコクの若者の間で虫を食べることがブームになっているそうなんです。まずはブームの発信源となっている場所に行ってみたいと思います。すごいすごい、虫だらけです。Yeah, I remember when I was in Thailand. I've been to Thailand a few times. I remember seeing this. 実はこの虫料理、タイの田舎ではごく当たり前のメニュー。ところが今最近の健康ブームによって痛みの豊富な虫は美容にいいと評判になり、それまで気持ち悪いと毛嫌いしていた都会っ子、バンコクの若者たちにも人気なのだ。Some of them are good, actually. Why is an elephant on the line? この袋に入るとその流通メカニズムの秘密に迫ります。我々が向かったのはバンコクから車で5時間のところにあるタイ有数の虫の産地、コークサビン村。 Some of the bugs are good. まずは村長に虫を取る仕掛けを見せてもらう。あれだよ、あれ、あの仕掛けが優れもんなんだよ。 Why the voice like that? 何で虫が取れるんですか。まずな、夜になるとこの蛍光灯がつくんだよ。そうすると虫は光に集まる習性があるから、ここに向かって飛んでくる。するとこのビニールに激突してドーンって下に落ちる。最後はこの中で溺れてしまうっていうわけだよ。この画期的な虫捕獲システムを導入してから飛躍的に現金収入が増えたというこのコークサビン村。彼らは一体どんな生活をしているのだろうか。村長の家にお邪魔してみた。こらカラーテレビだよ、 JBC 日本製だ。こっちのスピーカーはソニー、これも日本製。この DVD デッキなんかカラオケ付きだぞ。虫が生む莫大な利益は貧乏だった地方の暮らしぶりまでをも変えてしまったのだ。そして午後6時、ついに虫の捕獲がスタート。こうして電源を入れると田んぼに設置された仕掛けの蛍光灯が一斉に点灯。あとは虫がかかるのを待つだけだ。There's a lot of bugs in Southeast Asia. It's not like a bad thing, but because of the heat, it's a tropical. You have a tropical heat over there, you will have more bugs. Yeah. Even frogs. こいつは虫を食べるから、虫を追っかけてバケツの中に入っちまうんだけど、まあ食用としていい値段で売れるから。いや。いやー、それにしてもいろんな種類の虫がいますね。イナゴ、ゲンゴロウ、コオロギ、バッタ。よ、今日はタガメが多いな。タガメは他の虫よりも値段が高いから、今日はラッキーだよ。結局この日の収穫はバケツ半分。これでも今はブームが多いで売り上げが高いのでかなりの収入になる。回収が終わると今度は仕分け作業。
虫は種類ごとに値段が違うので村で仕分けをしてから市場に出荷するのだ。うわ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 、このイナゴなんか新鮮だからこのまま生でも食べられるぞ。生で、こうやって羽を取ってから食べるなよ。おい、うわうわうわ、あなたも食べてみる。めやめやめや、せっかくだから食べてみなさい。こんなん嫌や。うわうわうわ、もたないよ。ちょっと僕には合わないですね。ところでこの後この虫はどうなるんですか。ほらちゃんと食べてみて。こうして仕分けされた新鮮な虫は近くの市場に運ばれる。そしてバンコクの小売店と取引をしている卸売業者に引き渡され待望の現金へと変わるのだ。 That's the currency over there. そしてその後、yeah. 村では新鮮な虫を使った盛大な虫料理パーティーが開かれた。今度は調理してやるから大丈夫だよ。So rude. That is so rude. ありがとう。どうだいジョージ。とにかく欧米が今最も虫だ虫だと思っている国がタイなんだけど、あのバイタリティやる。The other one will disagree. なるほど、鋭い意見ありがとう。ナタリアは？私はむしろ逆で、バイタリティ溢れる親父より目。タイでたくましく生きる青少年の目がエネルギッシュでよかったわ。くる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 。言えてないね。ハマタはどうだい？ハマタや。いやでも虫でやっぱ生活、生計立てられるっていうのはすごいですよね。そうなんだよ。そこなんだよ。ところで、日本でも虫を食べたりするのかい？絶対食べないですね。そうかな。へい。いや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 。うわ。松本、いいリアクション期待してる。いや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 。うん、気持ち悪い。松本。ゲリラ見せてくれよ。私も見たいわ。見たいわよか。That's the only time we agree。なんか匂いしてるしなんか。まずはバッタからかい？いやいや、まずはって、そんな次から次へといけへんし。うわー、これまだ一番マシなんですよね、これがね。うーわ、めっちゃ仮面ライダーですよ。うわ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 。松本、もしあれだったら松本、ダブルで行ってみるかい？タガメとバッタをダブルで行ってみるかい？いやいやいや、だから行かない。おいしょ、わかった。じゃあ行ってみよう、松本。いや、わかった。ここまで言うなら、浜さんに対して浜さんに、そこまで言うならやってみよう松本。あ、私もダブルが見たい。やめよ松本。いや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 、まるでシングルがあるみたいに言うな。何やねん、そんなのありえへんがな。うわ怖っ、ちょこれ高めは勘弁して。これだってもう完全ゴキブリでしょ。うわ怖っ。これはあかんわ、これは。さあ松本、ダブルでお願いするよ。いやいや、見せてくれよ。まだ is already going crazy。めっちゃ怖いですよ、めっちゃ怖いですよ、めっちゃ怖いですよ。うわうわうわ、松本、いやいや、もうそんなん言うなって。松本大丈夫だって。何が大丈夫やねんな。君はラストサムライだろ。いやラストサムライ。ダブルですか。うわぁ、ダブルを見せて。もうやばいやばい、何やこれ、匂いがあかんわ。ずっと笑ってる。それでは今日はこの辺で、また来週は。ジュルブスさんでした。See you next week! バイバイ。バイバイ。松本よかったね。あ、素晴らしかったよ。ダブルは最高だよ。というか、ジュラ食べてみるって。これは、浜田の番だろ。浜田が食べるところ、私見たい。ふざけんなよ、浜田食べろ。いやいや、もう。うわ、怖い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ガブっていくよ、ガブっと。うわすげえ。番組の
VTR は各国の一般人が取材したもの。Go Jill! Let me stop this. Okay. So another crazy one. I think this one was even crazier because Hamada and Matsumoto are starting to push off against the host, Jill. And Jill is not having any restraints on what he's asking them to do. He's just like following the script. I mean, he's being, he's not really the one. I don't know. It might also be his voice, and they are passing his voice through. Like he's not talking, and it might be his real voice. But I mean, everyone over there, it looks like they are just they are doing a live TV show, and the backtracks are passing on it. But Jill is always like, if it's asking them to do something, and then immediately when they do it, he doesn't make any more comments on it. It just cuts the feed immediately. Like, they have no way to survive doing this show. So the first about the snake, of course, the sadistic Hamada wanted to see some guy getting beaten. It's part of his character, let's say, that he just wants to see someone get beaten by a snake. But yeah, Matsumoto is always, like they call it, it's the Hamada sidekick for these episodes. And of course, the traditional gag of one guy agreeing with everything, the other the lady disagreeing with everything. So pretty straightforward, but still exceptionally funny. So that's it for today. I hope you have enjoyed this episode, and I will see you on the next one. ¶¶